みなさん、こんにちは。アカリーズ Heart Read Aloud へようこそ。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. ここからは日本語を学ばれている方用のセクションです。Here comes a section for those of you studying Japanese. 英語を学ばれている方は、このエピソードの後半へ行ってください。If you're learning English, please go to the second half of this episode. 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは、私の友人であるアリスさんです。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ、わかりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも、楽しんでいただければ幸いです。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. 前半は日本語を学ばれている方用、後半は英語を学ばれている方用となっております。In each episode, the first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も、最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか答え合わせをしてみてください。In both sections, you can listen to the script in the target language only first.You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa, a paragraph at a time. This way, you can check how accurate your listening was. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在、Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcast and on my website. Also,The transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、あかり、translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akaritranslations.com. それでは第6回のエピソードの始まりです。
このポッドキャストを聞いてくださっている方の中にはもうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私はインドの古典舞踊の一つであるオディッシィダンスという踊りを踊り、演舞、指導させていただいております。ここマウイにて2005年に私の先生であるサララ・ダンデカー氏にお会いし、それから私のオディッシィダンスを学ぶ旅が始まりました。ハワイにてインドの古典舞踊と出会うとは全く予期していなかったことですが、宇宙の采配により出会い、オディッシィダンスと恋に落ちました。2012年にマンチャプラベーシャという免許改伝のような式がありました。そして翌年にインドのムンバイに行き、私の先生の先生であるグル・ジェーラム・パランツァペ先生のもとで学ばせてもらいました。その時、先生が踊られるのを舞台袖から見ながら、何か深遠なものが私の心を動かし、これ、これ、これを真剣にやりたいという気持ちが溢れてくるのを感じました。マウイに戻ってから悩みに悩み、あと余命2年か3年だったとしたら何をしたいかと自分に聞いたとき、オディッシィダンスを踊ることを優先したいと答えました。その当時、私はフルタイムの小学校教員だったのですが、その翌年、教師の仕事を辞め、翻訳、通訳、言語レッスン、そして子どもたちに算数や国語を1対1で教えるビジネスを立ち上げ、やりくりしてきました。子どもを教えることが大好きなので、それを続けられる仕事であることが嬉しいですし、自分で仕事のスケジュールを調整できるので、オディッシィダンスのための時間をより自由に作ることができます。2016年に踊りの先生方の祝福と許可をもとに、オディッシィダンスを教え始めました。それから教えることでさらに学ばせてもらっています。私の直のサララ先生の兄弟弟子のような存在であるサンフランシスコ在住のグル・ヴィシヌ・タットヴァダス先生はある日メッセージを送ってくださいました。教える側に立つとき、学ぶ者としての輪を完了させ、踊りに恩返しをできる。続けていきなさい。そのメッセージを読んで、また何かが心を動かし、感謝の気持ちであふれました。一年に一度、私は生徒さんたちのために発表会をするようにしています。何か目標があると成長する機会になりますし、ご家族や友人に何を一体習っているのかお見せする機会にもなります。2020年は発表会を開催することはできませんでした。昨年の2021年はまだ観客に来てもらって発表会を開催することは難しかったです。なので代わりにビデオ発表会をすることにしました。12月にビデオ撮影をし、2月にビデオの編集が終わりました。私の母方の祖父は竹細工の職人でした。祖父は芸術や工芸品などは体が生存するのに必要はない。世の中が大変な時、人はまず食べ物を手に入れる。芸術家や工芸家は稼ぎが減る。そんな時こそ創作し続け、技を磨き続けにゃいかん。芸術や人の作るものが人間の精神を潤すからと言っていたそうです。私は祖父の言葉を胸に、このパンデミック中も教え続け、踊り続けました。生徒さんたちも直接会えない時は、ズーム越しなどで、
クラスを取り続けてくれました。お稽古中、生徒さんたちが流すいろいろな涙を見させてもらいました。自分の思い通りに踊れず、歯がゆくて流す涙から、できるようになっての嬉し泣きまで。どんなことがあろうと、よく頑張ってきてくれました。そして、彼女たちにとって、発表会というマイルストーンをお祝いできるところまで来たのです。ビギナークラスの生徒さんたちにとっては初めてのパフォーマンスでした。初中級の生徒さんたちは初めて衣装をすべて着て踊りました。いくら上達しようとも変わらないように、磨くべき技術と成長する余地はまだまだありますが、彼女たちの心は輝いていて、あるべきところにあります。生徒さんたちが踊るのを見るとき、私の目は細く虹のようにアーチを描き、微笑まずにはいられません。どれだけ一生懸命頑張ってきたか分かっているので、心を込めて真摯に踊っている様を見て、心が打たれるとともに、ああ、私も彼女たちのように初心を忘れず頑張ろうと思わせてもらうのです。もしこの発表会のビデオもしくは写真を見てみたいなと思った方は、ぜひ akaridance.com/performances、これは複数形になっております、を訪れてみてください。画面を少しスクロールダウンしてもらうと、一番最近の発表会の案内のチラシがありますので、そちらをクリックしてください。ここから日本語と英語が交互に続きます。Now you will hear Japanese followed by English. それでは第6回のエピソードの始まりです。このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私はインドの古典舞踊の一つであるオディッシィダンスという踊りを踊り、演舞、指導させていただいております。Some of you may already know that I dance, perform, and teach a classical Indian dance called Odissi. ここマウイにて2005年に私の先生であるサララ・ダンデカー氏にお会いし、それから私のオディッシィダンスを学ぶ旅が始まりました。ハワイにてインドの古典舞踊と出会うとは全く予期していなかったことですが、宇宙の采配により出会い、オディッシィダンスと恋に落ちました。I met my dance teacher, Sarala Dandekar, in 2005 here on Maui, and my journey to learn Odissi began. I had no idea I would meet a classical Indian dance in Hawaii, but by the grace of the universe, I did, and I fell in love with it. 2012年にマンチャプラベーシャという免許改伝のような式がありました。そして翌年にインドのムンバイに行き、私の先生の先生であるグル・ジェーラム・パランツァペ先生のもとで学ばせてもらいました。その時先生が踊られるのを舞台袖から見ながら、何か深遠なものが私の心を動かし、これ、これ、これを真剣にやりたいという気持ちが溢れてくるのを感じました。In 2012, I had my debut ceremony called Mancha Pravesha. The following year, I flew to India to study with my teacher's teacher, Guru Jhelum Paramsupe of Mumbai. At that time, I saw her perform, and something profound touched me. And my inner voice said, this is what my soul wants to study.マウイに戻ってから悩みに悩み、あと余命2年か3年だったとしたら何をしたいかと自分に聞いたとき、
オディッシィダンスを踊ることを優先したいと答えました。その当時、私はフルタイムの小学校教員だったのですが、その翌年、教師の仕事を辞め、翻訳、通訳、言語レッスン、そして子どもたちに算数や国語を一対一で教えるビジネスを立ち上げ、やりくりしてきました。子どもを教えることが大好きなので、それを続けられる仕事であることが嬉しいですし、自分で仕事のスケジュールを調整できるので、オディッシィダンスのための時間をより自由に作ることができます。When I returned to Maui, I seriously contemplated and asked myself, what would I do if I only had two or three years more to live? My answer was, I'd prioritize dancing Odissi. So the following year, I left my full-time school teacher position. Since then, I've been running my translation and tutoring business to make ends meet. I still get to work with children through tutoring, which I love, and having my own business allows me to have more freedom to dedicate myself to Odissi. 2016年に踊りの先生方の祝福と許可をもとにオディッシィダンスを教え始めました。それから教えることでさらに学ばせてもらっています。私の直のサララ先生の兄弟弟子のような存在であるサンフランシスコ在住のグル・ヴィシヌ・タットヴァダス先生はある日メッセージを送ってくださいました。教える側に立つとき、学ぶ者としての和を完了させ、踊りに恩返しをできる。続けていきなさい。そのメッセージを読んで、また何かが心を動かし、感謝の気持ちで溢れました。In 2016, I started teaching Odissi with my teacher's blessing. Ever since, I've been grateful to learn Odissi even more through the experience of teaching. Another teacher of mine, Guru Vishnu Tattvadas of San Francisco, who was like a dance brother to my teacher Sarala, sent me a message one day. When you teach, you complete the circle and give back to dance. Keep it up. Again, something touched my heart deeply and overwhelmed me with appreciation. 一年に一度、私は生徒さんたちのために発表会をするようにしています。何か目標があると成長する機会になりますし、ご家族や友人に何を一体習っているのかお見せする機会にもなります。Once a year, I hold a dance recital to stimulate the students' growth and give them a platform to share their hard work with their loved ones. 2020年は発表会を開催することはできませんでした。昨年の2021年はまだ観客に来てもらって発表会を開催することは難しかったです。なので代わりにビデオ発表会をすることにしました。12月にビデオ撮影をし、2月にビデオの編集が終わりました。We had to miss one during 2020, and in 2021, it was still tricky to hold an in-person recital, so we decided to do a video recital instead. We shot it in December, and I've just finished editing it. 私の母方の祖父は竹細工の職人でした。祖父は芸術や工芸品などは体が生存するのに必要はない。世の中が大変な時、人はまず食べ物を手に入れる。芸術家や工芸家は稼ぎが減る。そんな時こそ創作し続け、技を磨き続けにはいかん。芸術や人の作るものが人間の精神を潤すからと言っていたそうです。私は祖父の言葉を胸に、このパンデミック中も教え続け、踊り続けました。
生徒さんたちも直接会えないときは、ズーム越しなどでクラスを取り続けてくれました。My maternal grandfather was a bamboo weaving artist in Japan, and he said, art is not necessary to sustain physical lives. During economic hardships, we need to buy food firsts, and the artists may not earn money. But we need to keep creating and honing our skills, especially during such times, because art sustains the human spirit. I took his words to heart, and my students and I have continued to show up in person or over Zoom for our weekly classes throughout the pandemic. お稽古中、生徒さんたちが流すいろいろな涙を見させてもらいました。自分の思い通りに踊れず、歯がゆくて流す涙から、できるようになっての嬉し泣きまで。どんなことがあろうと、よく頑張ってきてくれました。I've had the honor of witnessing them, shedding tears in class with all sorts of sentiments, from being frustrated with themselves to feeling accomplishment. No matter what, they keep showing up. そして、彼女たちにとって、発表会というマイルストーンをお祝いできるところまで来たのです。ビギナークラスの生徒さんたちにとっては初めてのパフォーマンスでした。初中級の生徒さんたちは初めて衣装をすべて着て踊りました。And there they were, celebrating their milestones. For my beginner students, this was their very first performance. For my pre-intermediate students, this was the first time to perform in full costume.いくら上達しようとも変わらないように、磨くべき技術と成長する余地はまだまだありますが、彼女たちの心は輝いていて、あるべきところにあります。生徒さんたちが踊るのを見るとき、私の目は細く虹のようにアーチを描き、微笑まずにはいられません。どれだけ一生懸命頑張ってきたか分かっているので、心を込めて真摯に踊っている様を見て、心が打たれるとともに、ああ、私も彼女たちのように初心を忘れず頑張ろうと思わせてもらうのです。As the case will be even for the advanced dancers, there are techniques to be polished and room to grow. But their hearts are shining and in the right place. When I watch them dance, my eyes narrow in arches.And I can't help but smile. I know how hard they've worked. So seeing them dance with such sincerity touches me deeply and humbles me. もしこの発表会のビデオもしくは写真を見てみたいなと思った方は、ぜひ akaridance.com/performances これは複数形になっております。を訪れてみてください。画面を少しスクロールダウンしてもらうと、一番最近の発表会の案内のチラシがありますので、そちらをクリックしてください。If you're curious to watch the video recital or to see photos, please visit akaridance.com/performances and scroll down to click on the flyer of the most recent dance recital.今回の日本語レッスン、恋に落ちる。英語でも fall in love と言いますが、日本語でも同じような言い回しをします。重力を自分の意図ではコントロールできないように、リンゴが落ちるように恋に落ちる時や、何かに夢中になる時、気がついたら好きになっていて、どうしてもその人やそのことを考えてしまいますね。その落ちるスピードに違いはあれども。恋に落ちる means fall in love. In Japanese, we describe the phenomenon the same way in English. As we are incapable of controlling gravity, hence stopping an apple from falling to the ground, we find ourselves
thinking about that person or the thing without even trying when we fall in love. You probably know 落ちる is an 一段 verb or root verb, and it is an intransitive verb. You can say 林檎が落ちる, which means the apple falls. If you're making something fall or causing the fall, then you need to use a transitive verb. 落とす. You can say 林檎を落とす, which means I make the apple fall. 細工. 最初の漢字は形容詞の細かいですね。 そして2つ目の漢字の訓読みは巧み、技です。 2つ合わせて細かいことをするという意味になります。 細工という言葉の前に何もないときは細工と読みますが、 このエピソードにもあったように何かが前につくときは連絡の作用から細工と読みます。 The first kanji's kunyomi is komakai. It's an e adjective and means detailed. The second kanji's kunyomi is takumi or waza. It means skills. Together they mean detailed work. When there is nothing before saiku, it's read as saiku. But when there's something before, it's read as za zaiku due to the rendaku rule. For those of you who do not know what that is, rendaku happens when two words are put together to form a compound word. The initial consonant of the second word becomes voiced. For instance, he, fire, he, is he by itself, but when it's hanabi, it's read as hanabi, b instead of just he. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。 Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. Here comes a section for those of you studying English. ここからは英語を学ばれている方用のセクションです。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart, Read Aloud. 皆さん、こんにちは。 Akari's Heart, Read Aloud へ ようこそ。 Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はホストのAkariです。 英語の文を朗読してくださるのは、私の友人であるAriceさんです。 Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも楽しんでいただければ幸いです。In each episode, the first half is for those of you studying Japanese.And the second half is for friends who are studying English. 前半は
日本語を学ばれている方よ。後半は英語を学ばれている方よとなっております。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa, a paragraph at a time. This way, you can check how accurate your listening was. 前半も後半も最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずはどれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか答え合わせをしてみてください。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在 Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akaritranslations.com. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、akaritranslations.com へ行ってみてください。Now, let's get into the sixth episode. Some of you may already know that I dance, perform, and teach a classical Indian dance called Odissi. I met my dance teacher, Sarala Dandekar, in 2005 here on Maui, and my journey to learn Odissi began. I had no idea I would meet a classical Indian dance in Hawaii. But by the grace of the universe, I did, and I fell in love with it. In 2012, I had my debut ceremony called Mancha Pravesha. The following year, I flew to India to study with my teacher's teacher, Guru Jalam Paramsupe of Mumbai. At that time, I saw her perform, and something profound touched me. And my inner voice said, this is what my soul wants to study. When I returned to Maui, I seriously contemplated and asked myself, what would I do if I only had 2 or 3 years more to live? My answer was, I'd prioritize dancing Odissi. So the following year, I left my full-time school teacher position. Since then, I've been running my translation and tutoring business to make ends meet. I still get to work with children through tutoring, which I love, and having my own business allows me to have more freedom to dedicate myself to Odissi. In 2016, I started teaching Odissi with my teacher's blessing. Ever since, I've been grateful to learn Odissi even more through the experience of teaching. Another teacher of mine, Guru Vishnu Tattvadas of San Francisco, who was like a dance brother to my teacher Sarala, sent me a message one day. When you teach, you complete the circle and give back to dance. Keep it up. Again, something touched my heart deeply and overwhelmed me with appreciation.
Once a year, I hold a dance recital to stimulate the students' growth and give them a platform to share their hard work with their loved ones. We had to miss one during 2020, and in 2021, it was still tricky to hold an in-person recital, so we decided to do a video recital instead. We shot it in December, and I've just finished editing it. My maternal grandfather was a bamboo weaving artist in Japan, and he said, "Art is not necessary to sustain physical lives. During economic hardships, we need to buy food firsts, and the artists may not earn money. But we need to keep creating and honing our skills, especially during such times, because art sustains the human spirit." I took his words to heart, and my students and I have continued to show up in person or over Zoom for our weekly classes throughout the pandemic. I've had the honor of witnessing them shedding tears in class with all sorts of sentiments, from being frustrated with themselves to feeling accomplishment. No matter what, they keep showing up. And there they were, celebrating their milestones. For my beginner students, this was their very first performance. For my pre-intermediate students, this was the first time to perform in full costume. As the case will be even for the advanced dancers, there are techniques to be polished and room to grow. But their hearts are shining and in the right place. When I watch them dance, my eyes narrow in arches, and I can't help but smile. I know how hard they've worked, so seeing them dance with such sincerity touches me deeply and humbles me. If you're curious to watch the video recital or to see photos, please visit akaridance.com/performances and scroll down to click on the flyer of the most recent dance recital. Now you will hear English, followed by Japanese. ここからは英語と日本語が交互に続きます。Some of you may already know that I dance, perform, and teach a classical Indian dance called Odissi. それでは第6回のエピソードの始まりです。このポッドキャストを聞いてくださっている方の中には、もうご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私はインドの古典舞踊の一つであるオディッシィダンスという踊りを踊り、演舞、指導させていただいております。I met my dance teacher, Sarala Dandekar, in 2005 here on Maui, and my journey to learn Odissi began. I had no idea I would meet a classical Indian dance in Hawaii, but by the grace of the universe, I did.And I fell in love with it. ここマウイにて2005年に私の先生であるサララ・ダンデカー氏にお会いし、それから私のオディシーダンスを学ぶ旅が始まりました。ハワイにてインドの古典舞踊と出会うとは全く予期していなかったことですが、宇宙の采配により出会い、オディシーダンスと恋に落ちました。In 2012, I had my debut ceremony called Mancha Pravesha. The following year, I flew to India to study with my teacher's teacher, Guru Jhelum Paramsupe of Mumbai. At that time, I saw her perform, and something profound touched me. And my inner voice said, This is what my soul wants to study. 2012年にマンチャプラベーシャという免許開伝のような式がありました。そして翌年にインドのムンバイに行き、私の先生の先生であるグル・ジェーラム・パランツァペ先生のもとで学ばせてもらいました。その時先生が踊られるのを舞台袖から見ながら、何か深淵なものが私の心を動かし、
これ、これ、これを真剣にやりたいという気持ちがあふれてくるのを感じました。When I returned to Maui, I seriously contemplated and asked myself, what would I do if I only had two or three years more to live? My answer was, I'd prioritize dancing Odissi. So the following year, I left my full-time school teacher position. Since then, I've been running my translation and tutoring business to make ends meet. I still get to work with children through tutoring, which I love, and having my own business allows me to have more freedom to dedicate myself to Odissi. マウイに戻ってから悩みに悩み、あと余命2年か3年だったとしたら何をしたいかと自分に聞いたとき、オディッシィダンスを踊ることを優先したいと答えました。その当時、私はフルタイムの小学校教員だったのですが、その翌年、教師の仕事を辞め、翻訳、通訳、言語レッスン、そして子どもたちに算数や国語を一対一で教えるビジネスを立ち上げ、やりくりしてきました。子どもを教えることが大好きなので、それを続けられる仕事であることが嬉しいですし、自分で仕事のスケジュールを調整できるので、オディッシィダンスのための時間をより自由に作ることができます。In 2016, I started teaching Odissi with my teacher's blessing. Ever since, I've been grateful to learn Odissi even more through the experience of teaching.Another teacher of mine, Guru Vishnu Tattvadas of San Francisco, who was like a dance brother to my teacher Sarala, sent me a message one day. When you teach, you complete the circle and give back to dance. Keep it up. Again, something touched my heart deeply and overwhelmed me with appreciation. 2016年に踊りの先生方の祝福と許可をもとにオディッシィダンスを教え始めました。それから教えることでさらに学ばせてもらっています。私の直のサララ先生の兄弟弟子のような存在であるサンフランシスコ在住のグル・ヴィシヌ・タットヴァダス先生はある日メッセージを送ってくださいました。教える側に立つとき、学ぶ者としての輪を完了させ、踊りに恩返しをできる。続けていきなさい。そのメッセージを読んで、また何かが心を動かし、感謝の気持ちであふれました。Once a year, I hold a dance recital to stimulate the students' growth and give them a platform to share their hard work with their loved ones.一年に一度、私は生徒さんたちのために発表会をするようにしています。何か目標があると成長する機会になりますし、ご家族や友人に何を一体習っているのかお見せする機会にもなります。We had to miss one during 2020, and in 2021, it was still tricky to hold an in-person recital.So we decided to do a video recital instead. We shot it in December, and I've just finished editing it. 2020年は発表会を開催することはできませんでした。昨年の2021年はまだ観客に来てもらって発表会を開催することは難しかったです。なので代わりにビデオ発表会をすることにしました。12月にビデオ撮影をし、2月にビデオの編集が終わりました。My maternal grandfather was a bamboo weaving artist in Japan, and he said, art is not necessary to sustain physical lives. During economic hardships, we need to buy food firsts, and the artists may not earn money. But we need to keep creating and honing our skills.
especially during such times, because art sustains the human spirit. I took his words to heart, and my students and I have continued to show up in person or over Zoom for our weekly classes throughout the pandemic. 私の母方の祖父は竹細工の職人でした。祖父は芸術や工芸品などは体が生存するのに必要はない。世の中が大変な時、人はまず食べ物を手に入れる。芸術家や工芸家は稼ぎが減る。そんな時こそ創作し続け、技を磨き続けにゃいかん。芸術や人の作るものが人間の精神を潤すからと言っていたそうです。私は祖父の言葉を胸に、このパンデミック中も教え続け、踊り続けました。生徒さんたちも直接会えないときは、Zoom 越しなどでクラスを取り続けてくれました。I've had the honor of witnessing them shedding tears in class with all sorts of sentiments, from being frustrated with themselves to feeling accomplishment. No matter what, they keep showing up. お稽古中、生徒さんたちが流すいろいろな涙を見させてもらいました。自分の思い通りに踊れず、歯がゆくて流す涙から、できるようになっての嬉し泣きまで。どんなことがあろうと、よく頑張ってきてくれました。And there they were, celebrating their milestones. For my beginner students, this was their very first performance. For my pre-intermediate students, this was the first time to perform in full costume. そして彼女たちにとって発表会というマイルストーンをお祝いできるところまで来たのです。ビギナークラスの生徒さんたちにとっては初めてのパフォーマンスでした。初中級の生徒さんたちは初めて衣装をすべて着て踊りました。As the case will be even for the advanced dancers, there are techniques to be polished and room to grow. But their hearts are shining and in the right place. When I watch them dance, my eyes narrow in arches and I can't help but smile. I know how hard they've worked. So seeing them dance with such sincerity touches me deeply and humbles me.いくら上達しようとも変わらないように、磨くべき技術と成長する余地はまだまだありますが、彼女たちの心は輝いていて、あるべきところにあります。生徒さんたちが踊るのを見るとき、私の目は細く虹のようにアーチを描き、微笑まずにはいられません。どれだけ一生懸命頑張ってきたか分かっているので、心を込めて真摯に踊っている様を見て、心が打たれるとともに、ああ、私も彼女たちのように初心を忘れず頑張ろうと思わせてもらうのです。If you're curious to watch the video recital or to see photos, please visit akaridance.com/performances and scroll down to click on the flyer.Of the most recent dance recital. もしこの発表会のビデオもしくは写真を見てみたいなと思った方はぜひ akaridance.com/performances これは複数形になっておりますを訪れてみてください。画面を少しスクロールダウンしてもらうと、一番最近の発表会の案内のチラシがありますので、そちらをクリックしてください。Here are today's English vocabulary idioms. Profound. This word is mainly used as an adjective, and it's a little fancier version of the word deep.It characterizes the intensity, quality, or state of feelings. When someone gives a moving speech, you can say, "The speech was profound." この言葉はよく形容詞として使われます。
深いという意味の deep のもう少し洗練されたバージョンとも言えます。感情、また物事の質や状態を奥深い、深遠な、または重大な、甚大なと表したいときに使います。どなたかがスピーチをしてそれに感動し、あのスピーチは深かったと言いたいときには、The speech was profound ということができます。Milestones. This is a noun, and it mainly has two meanings. One is used literally, a stone that shows how many miles you've traveled from a particular place or the distance to a specific location. For example, you could say, I just saw a milestone that said 32 miles to the next town. The other usage is metaphorical, an event that marks a significant or memorable moment in one's life. For example, you could say, graduating from college was an important milestone in my life. これは名詞で、主に2つの使い方があります。1つは言葉通りマイルが書かれた石です。ある一定の地点からどれほど移動したのか、もしくはある一定の地点まであとどれほどの距離があるか書かれています。日本語では里程表ですね。例えば、次の町まであと32マイルと書かれたマイルストーンを今見たよと言えます。もう一つの使い方は比喩的な使い方です。人生の中で起こる大きな変化、卒業、就職、結婚などを表します。例えば、大学を卒業したことは、私の人生の中で大切なマイルストーンだったと言えます。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。